あ、もう待ってます？あ、待ってます、待ってます。はい。あ、上地一隆です。リアルな彫刻を作ってる作家で、今ちょっとまあ映ってるような、リアリズム。まあ僕はリアリズムと呼んでるんですけども、こう、見た感じリアルな彫刻っていうのを今作っていて、はい。まあ普通に粘土で作るものなんですけども、うん、はい。はい。どう、なんだ。どういう感じの工程とか教えてもらえたら。まず粘土でこういう形を作って、あ、こちらかな。これは全部油粘土で作ってるんですけども、うん、ちょっと特殊な粘土を使っていて、こういう NSP って言われる特殊メイクの人がよく使う油粘土があって、これはアメリカから輸入するやつなんですけど、こういうのを使って、こうシワであったり毛穴であったりっていうすごく細かな形まで全部作っていて、これ全部こう 手でやるんですか？全部手でやります。へえ。あ、そうだ、ツールも見てもらえたら分かりやすいかな、うん、よいしょ、ガシャッてしたらこういう真鍮のパイプにワイヤーを通したりとか、既製品も使うんだけど、基本的に道具は全部作るものなので、こういうのとかこういう既製品もあったりするんですけど、映るかな、見えますかね、ちょっと待って、はい、映ってます、見やすい、こっちの方がいいな、まあ、いろんなスポンジだったりとか、あと櫛、ブラシ、うん、櫛は何に使うんですか？これはシワを作るのにすごく良くて、お、まあ、これはちょっと切り刻むようで在庫なんですけど、ドッグブラシ、犬の毛をすくやつ、あ、櫛はこう切り刻むと、シワの表現に、これをこうすると粘土にシワが、跡がついてシワになるって、こういう道具を使いながら仕事をしていて、これをこういろいろ駆使して、これとかもシワを作る道具なんですけど、こうするとシワができたり、こういう道具を駆使していろんな表現をしてますね。はい、なるほど、ありがとうございます。まあ最終的にこれがシリコンになるんですね。うん、これが今作ったのが原型ですよね。こいつが原型で、この茶色いやつ。うん、で、これが生まれたての。あ、来たね。昨日ちょうど、型に流し込んで、シリコンになったやつです。型も見せてもらえたら。あ、型もシリコンで取っていて、これの型が、こういう型で、これはまあよくある取り方で取っていって、シリコンと FRP って言われる繊維強化プラスチック、まあ硬い素材で側を作っているんですけど、この、その、最初に作った粘土を、の型ですよね。そうです。型を取って、うん、で、まあ、なんていうのかな。一般的な、塑造っていうと、粘土で作る彫刻って言って、もしかしたら分かりやすいのかもしれないんだけど、プロセスとしては、鋳物と、うんうん、違う、これ別の作品の方なんですけど、鋳物で言うと、中子って言われるコアを作るんですね。こういう、作品より一回り小さい、コアを作って、これを型にセットして、この一回り小さい分のこの隙間、ここにシリコンが充満すると、うん、こういうようなシリコンの彫刻に置き換わる。まあだからこの内側、このちょっと透けて見えてるのとかコアで。
ああ、なるほど。まだこれはコアを抜いてないんですか？あ、コアは抜かないです。もうこのまま。抜かないんだ。うん。ああ。これはちょっと服着せるので、見えるとこしかちゃんとシリコンが流れてないんで、この辺とかね、見えないところなんで。うん、ああ、なるほど。後で隠れる。コアの周りにシリコンがついてる状態がこの作品になるんですね。そうですね。あ、そうか、シリコンだけだと、ふにゃーってなっちゃう。そう、だら、あの、ぐにゃぐにゃなんで。うん、これが本当に、鋳物と同じプロセスだっていうのは、まあ、結構最近知ったんですけど。すごいですね。ガンから部屋の。これはまあ、ハリウッドの方で、例えば下絵作ったりとか、うん、最近だと、3D 取り込み用の原型っていうのがあって、うん、例えばこういう彫刻を作って、これを 3D スキャンして、それを、原型に 3D データを作るっていう技術もあったりとか、そういうような、分野で使われている技術で、まあ、独学で勉強したところなんで、実際どう使われているのかあんま詳しくないんですけど。まあ、今これやってる作業はこれなんですけど、まあ、この次があると思うんですけど、はい、あの、これはまだあの、シリコンなりたてで、色が、まあ薄い色がついてるだけで、うん、この上に、例えば、赤みを刺したりとか、日焼けしたような感じにしたりとか、あとシミとか、そういうのも作っていくんですけど、うん、ちょうどあっちにあるのが、色塗ったやつがあるので、これももともと薄い肌色だったものに、色を塗ったもので、で、その後に目をはめて、で、髪の毛を、植えて、ヒゲとか、眉毛とか。すごい。本当にここにいるみたい。でも、あれですよね、レンズ通して、カメラでするとより一層、こう、不思議な感じが出るかもしれないです。目とか本当すごいですよね、これ。目も全部手で作っていて。うん、目、手で作るってこれどうやって作るんですか？では、本当に手で作っていて、ここにある、旋盤っていう機械で、ちょっと動かしますね。こう、削りたいものが、こう回して、それに刃物を近づけて、まあ、こういうものであったりとか、あと、まあ、ドリルとか、使って、同心円状に形を作る道具なんですけど、こういうような穴を削ったりとか、こういうようなことして、目の原型を作っていて、で、まあ、ここに、まだちょっと、いろいろことが起こる前なので、いろんなパーツが散らばってるんですけど、これは、目の光彩、黒目のところですね。黒目のパーツで、これに絵の具で色を塗って、作ると、まあ、こういうような。これは大変そうだな。透明感がすごいですね。そうです。透明の樹脂を使っていて、でもこういうレンズのパーツとか、いろいろなパーツがかなり あるんですけど、これも全部すごい目系もいろいろ、ちっちゃいのか大きいのかね。で、まあこういうような資料を見ながら作ってるんですけど、実際リアルな目を作るのにやっぱり本物とできるだけ同じような構造を持たせないとリアルにならなくて、まあレンズがあって光彩があって、その中に水晶体、小視体っていうのがあって、その奥に網膜があって、視神経があってって、この構造をできるだけ忠実に再現することがリアルな彫刻につながるわけで、で、まあ、でもまあ、網膜とかは作らないので、その表面的な表層の部分だけだけど、ちゃんと光彩も作ってるし、で、このレンズも作ってるし、ちゃんとその本当にあるような構造っていうのを全部再現していて、こういうのが目ですね。で、これ今映ってたこれっていうのは、今この彫刻にはめる目で、でこれは裏から、今ちょっとこれまだ途中なので、まだはめれないんですけど、裏からはめるので、裏にこれが入るだけの隙間を開けて、で、目をはめ込みます。あ、これはまるんじゃないかな。え、
あ、粘土の方で入るから。下から手を入れて。そうですね。これも彫刻、シリコンになったのもこんな感じで目を入れるんです。本当に。あ、来た来た。お、来た来た来た。こういう感じ？あ、ちょっと目の向きおかしいけど。まあとりあえず。こんな感じで後で入れるんですよね。で、これ、なんか、この、入り口の方になんか、あ、そう、これ今、これはまだ、水落ちまでしかないんだけど、うん、これの今、全身バージョン作っていて、ちょうどまあ、まあ、この壁の顔だけっていうのも作るし、うん、で、首まで、胸までっていうのも作るし、うん、全身像も、今作っていて、これもさっき映した像もそうなんですけど、運慶の、この緑の方が世心で、この金の方が無弱っていう像をモデルに作っ、作品作っていて、こいつは、今度、2018年の3月の末にある香港のアートフェアでちょっと発表しようかなって思っていて、まだ途中です。まだ顔がないので首なしなんですけど、さっきの首をここに添えると、ちゃんともうちょっとなります。まだ衣装しかできてないので、衣装もまあ、知り合いにお願いしたんですけど、自分で作れないので。これのリサーチも大変だったんですよね。なんか仏像みたいなのを再現して作ってるんですか？最近は、そうです。あ、さっきので言うと、あれだ。全部そうじゃないんですけど、最近は主に仏像を作っていて、さっきの、これが無着ですね。今、2017年11月26日まで、やっている、運慶展っていうので、ちょうどね、出てるのを、この2体ですよね。今は、東洋のもの、あの、日本のものですよね。日本の、古い彫刻、仏像であったりっていうのをちょっとモデルとして使ってる、お借りしてるんですけど、もともとは、さっき壁にあるこれは、古代ローマの皇帝、ルキウス・ウェルスっていう人だったり、例えばミキランジェロの彫像とか、ミキランジェロが作ったモーゼ、っていうのを作ってたりもしたことがあるんですけど、一貫したテーマっていうのがあって、それがリアリズムってよく言われる、まあ、よく言われる、まあ、リアリズムっていうのをテーマにした作品を作っていて、で、モデルもそのリアリズムっていうのに即した作品っていうのを選んでいて、例えばこの運慶で言うと、鎌倉時代当時の最高峰のリアリズムだったわけで、でもミケランジェロも、当時で言うと最高峰だったと僕は思っていて、ミケランジェロ、これですね。ミケランジェロの当時で言うと、あ、モーゼこれですね。これを使ったりとか。当時で言うと、だから解剖学っていうのが盛んに研究されるようになっていて。で、そういうのを取り入れた結果、彼のその多分思うリアリズムっていう彫刻に至ったと僕は考えていて、で、確かに、すごいリアルなんだけど、今から見るとそんなにリアルじゃなくて、ないと僕は感じていて、やっぱり毛穴もないし、シワもないし、毛も生えてない。その彫刻としてリアルであったり、っていうことはあるのかもしれないけど、やっぱりその、リアルではないって感じちゃうところがあって、その隙間を埋めていこうと思って作った作品が、このシリコンで作ってる作品であって、そうですね。そのだからリアルとは何だっていうこと、うん、っ
ていうのをこう作品にしようと思っていて、今はそれのまあ第一弾として本当の人みたいに作ってみるシリーズなんですよね、うんうん、でもリアルっていうのは非常に何だろう、主観的なものなので、うん、何がリアルなのか、リアルなのかっていうのはその人それぞれ違うんですよね、うん、例えばまあ分かりやすく言うと生きてるね人はまあリアルじゃないですか、うん、それはすごく分かりやすいけども、やっぱりリアルじゃないもの、現実にないものでもリアルを感じてしまうっていうことはやっぱりあって、うん、例えば日本の文化で言うと初音ミクだったりとかアニメ漫画みたいなものにリアリティを感じてしまうこともあるだろうし、なんだろうな、まあハリウッドの映画とかでもね、完全 CG のクリーチャーとかでもやっぱりリアルに感じてしまうっていうのもあるだろうし、そういう何をもってリアルとするのかっていうのは人それぞれ違ってくると思うんですけど、まあそういうものを作品として扱いたくて、だからさっき言った仏像っていうのはまあ分かりやすくじゃないな、まあ仏像も作るし、うん、西洋のものも作るし、でもモデルとして扱うのは全部そのリアリズムっていうものがテーマとして全部あって、でまあ仏像作るのもミケランジェロ作るのも全部有名なものをモチーフとして選んでいて、それはあの資料が多いからなんですよね、全部あの例えばこれだったりとか買えるもの全部写真から作ってるので、あんまりにもマイナーな作品だと資料がなさすぎて作れないんですよね、うん、っていうところでまあ誰でも知ってるようなマスターピースっていうのをモデルに使うことが多いんですよね、うん、でそのリアリズム、特にアートの業界だとハイパーリアリズムっていう、なんていうのかな、あれ思想じゃないの、ジャンルがあって、ありますね、まあ、ちょっと前だけどロン・ミュエックっていう作家であったりとか、ロン、ちょっと若いけどエヴァン・ペニーっていう、あ、確か若いの、確か若かった、いや似たようなもんなのかな、もう分かんないですけど、もう大先輩がいて、うん、で彼らもまあリアリズムでもか、僕の感覚としてはちょっと写真的な、写実じゃなくて写真的な要素が強いような印象があって、どこにでもいる誰かみたいなものを作ってると思っているんですよね、僕は、うん、でこの大先輩方がやってらっしゃるからそれと同じことはもうしたくなくて、でもうこれだけがリアルでもないし、やっぱりその運慶もミケランジェロもその彫刻的なリアリティっていうのがを持っていたりとか、うん、でもう日本で言うとここにあるマネキンじゃないな、マネキンの全身生き人形っていうものがあって、それの資料があったはず、そうですね、熊本市現代美術館で所蔵が唯一日本にの美術館で、ここにしかないんですけど生き人形っていうのが、人形と江戸の欲望、はい、これがまたすごく面白くて、すごいなタイトルも、こういうのがあるんですよ。これ本当に素晴らしくて、これもともと人形師が作っているものなんですよね、うん、これがこれ読み方わかんないですよね、安本喜八だったと思うんだけど、漢字読めないまあ、松本喜三郎っていうスターもいて、写真がね、あったと思うんだよな。あ、これだ、これだ。これは違うのか？こういうものであったりとか、人形師が作っていて、それがすごくリアルなものになって、で、この後、これは昭和初期のマネキンの首なんですけど、こういうマネキンのようなもの
に変わっていって、で、もともとこれは人形から派生していったものなんだけど、これが、西洋から来たマネキン、ローで出てきたマネキンっていうのと合流して、うん、で、今の有名なマネキン会社の前身の会社がそこで生まれたりとかっていう歴史もあったり、うん、その、こういうものがあったりして、で、運慶もあったりして、それが陸続きだと僕は感じていて、うん、その陸続きの先に僕の作品っていうのを置きたいと思ってるんですよね。だから、なんだろう、こういうリアルなものを作る感性というか、なんだろう、DNA みたいなものは日本人の中にあると感じていて、でもその一方で、江戸時代で言うと浮世絵っていうものがあったりとか、どう見てもリアルではないって、あの、デザインであったりとか、でもどっかリアリティを感じる。で、それが今だともう、浮世絵は、のは漫画につながっていくみたいな言う人もいるんですけど、うんうんうん、そうですね。結局そういう全部含めて今我々がいる見てる世界、そういうフィクションであったりとかもそう、その物語っていうのもあそこに全部リアルっていうものが凝縮されてると思っていて、そういうのを全部含めてその作品っていうのを展開していきたいんですね。だから今は分かりやすくリアルな人っていうのを作っているんだけど、そのそれぞれ、まあ、こういうマネキンのリアリズムであったりとか、うん、ヨーロッパのルネサンスの大ルネサンスとか、まあ、石彫、うん、大理石のああいう彫刻のリアリズム、うん、かと思えば最近ある美少女フィギュアのようなああいうものにやっぱりリアルを感じる人っていうのもいるわけだとか、アイドルとか、うん、だとなんだろう 2.5 次元ってよく言われる、うん、ああいうものにリアルを感じる場合もあるだろうし、そういうのを全部ミックスした上で僕のリアリズム、この彼らの出した答えとは違うリアリズムっていうものを提示していきたいですよね。ちょっと僕が面白いと思ったのは、うん、なんか運慶とかのやつって、うん、これって、木だったじゃないですか。もともと木だし、うん、木だったんで、毛穴とかはもちろんないわけですよね。ないですね。髪の毛もない。うんうん、なのに、これを見て、これを再現したところ、うん、さらに毛穴とかが出てきてたり、できたり、うん、髪の毛が生えたりとか、うん、それがまた面白いなと思ったんですけど。あのね、結構、これ、すごくて、実は眉毛あるんですよね。え、写真がね、良くないんでね。あ、これじゃないか。もう一個の方。でも毛だから、ちゃんと書いてるんですよ。書いてるね、うん、実はちゃんとしていて、うん、あ、これ見えるかな、書いてる、書いてるんだけど、やっぱりまあ、これもそうだけど、これは書いてて、うん、これは完全に書いてますよね、前にね。毛の感じも結構いいんですけど、うん、やっぱりシリコンじゃないとダメだなっていう、うん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 、まあ、元々さっき言ったように有名な彫刻だと資料が多いから作れるんだけど、うん、やっぱりその毛穴とかシワとか毛の感じっていうのは、うん、まあ、彫刻に元々ないものなので、うん、骨格の形が近い人であったりとか、うん、っていうのをこうネットで探したりとか知り合いの人に写真撮らせてもらったりとかして、うんうん、最終的に作品を仕上げていくんですよね、うん。まあ、ある意味オマージュみたいな感じですよね。その、うん、そうですね。それを自分オマージュ兼喧嘩売ってるような感じで、ね、俺のがリアルに作れるからみたいな。まあ、最終的に彫刻って別にその毛穴があるからリアルなわけではないし、うんうん、それもやっぱりちゃんと今後消化していかないと、うんうん、あのダメだなっていうのもあるんですけど、でも作ればいい、作れるのか作ればいいじゃんっていう、うん、感じなんですよね、今としては。うん、基本は毛穴も全部作ってて、全部粘土で。で、毛も結構こだわってて、毛、ここにあるのが馬の毛なんですよね、全部。これが馬の縦髪の毛で。へぇ、馬の毛。馬の毛。こいつは馬の毛を使うんですよ。ちょっと大きいのと、うん、あの人の毛穴、毛って一つの毛穴から2、3本生えてるんですよ、うんうん、でも2、3本1個ずつ植えていくのって結構大変で、だからちょっと太い毛を使ったりとか、うん、そういう場合は、
これが尻尾の毛。尻尾の毛。長いんですよね。1メーター近くあるんですよね。これだとすごく大きな作品とか、すごく毛の長いやつ、うん、モーゼの、さっき言ったモーゼのヒゲはこれで植えました。で今後予定してるのが、に、二王像ってあるじゃないですか。うん、なん混合力士像、うん、こういうやつとか、うん。あれの毛とかは、これだろうと思ってて。うんうん、そうですね。なんかイメージ的にそうですよね。ごつごつだし、うんね、すごく綺麗な色なんで。これ最近あれですよね。古式とか、ハケとかに使われるんですよね。うん、これもね、業者見つけるの大変だったんですよ。長野から買ってるんですよ。とか、人毛も使ってたりとか、ですね、美容師の練習用のマネキン、こうなります。最終的に毛がなくなって捨てられます。こういうの使ったりとか、カッカン見てる。あ、これクマですね。クマ。クマ。これ眉毛とかに使います。クマ、これはキツネかな。多分キツネ染めたやつだと思う。クマ染めたりとか、ブリーチしたりとか。あ、ブリーチもね、当然するよね。これミンクですね。ミンク、柔らかくて。そうなんですよ。まっすぐで、非常に眉毛にふさわしい。はあ、そうか。そうなんですよ。あれは眉毛クマなんですよね。この金髪のやつにのために染めたのがこのクマなんですよ。なるほど。これの毛がこの眉毛に使う、まつ毛とも使ってるんですけど、先の尖った毛、その切ってない先の尖った毛っていうのがやっぱりこの辺の毛には大事で、それはその動物の毛、動物の毛と切ってないものはやっぱり尖ってるので。人間の毛はね、もう切っちゃってるので、使えないんですよね。あ、なるほどね。頭髪にはいいんですけど、やっぱりこういう肝になるところ、ちゃんとした細かいところっていうのはこういう毛を使っていて、この辺もちょっとこだわりですよね。今後の自分 の、 やりたいことっていうか、コンセプトとか、今後の展望とかありますか？作品の、まず発表が、ギャラリー小暮というところに所属してまして、そこの、ギャラリー小暮様が出していただけるアートフェア、即売会ですね。の今度、2018年1月のシンガポールでのアートフェアに参加させていただいたりとか、そういう即売会、アートフェアで作品発表していくのもあるんですけど、できるだけ早く個展をしたくて、で、そこでは、なんていうの、今あるそのシリーズもそうだし、今までちょっと喋ったような、例えば、本当の人のリアリズム、リアリティであったりとか、その美少女フィギュアであったり、その今のフィギュア的なリアリズム、リアリティだったりとか、アイドル的なものであったり、できるだけそういうものをミックスした作品の展開ってか展示をしたくて、で、それを見た人がもしかしたら、本当の人のようだねっていう人もいるかもしれないし、生き人形だねっていう人もいるかもしれないし、だからフィギュア的だったりとか、彫刻的だったりとか、それぞれ基本的に、最初の方でも言ったと思うんですけど、リアリズム、リアリティって主観でしかないので、それぞれいろんな人がいろんな主観を持って作品をリアルだっていう風に感じてくれればいいんですよね。僕のその意図っていうのは その鑑賞者には影響するものではないので、で、そういうような展示を今後目指して作品っていうのをこう展開していければいいなっていう風に思ってます。ご期待ください。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。